ポルトガル領タンジェは、モロッコの都市タンジェのポルトガル支配時代。1471年から1580年まで、及び1640年から1661年までは、ポルトガル王国によって統治され、1580年から1640年までは、イベリア連合の一部として、ポルトガル評議会によって統治された。ポルトガルはかねてからタンジェの占領に挑んでいたが、 1437年、1458年、そして1464年の試みはいずれも失敗した。1471年のアシラー征服の後で成功した。ポルトガルはこの時期に複数のヨーロッパ風の建築物を建てた。その後、モロッコのワッタース朝は1508年、1511年、1515 15年に脱会を試みたが成功しなかった。 モロッコとポルトガルが戦ったアルカセルキビールの戦いによって1580年のポルトガル継承危機が起きてイベリア連合が成立したことで1580年から1640年まではポルトガル評議会の下でタンジェは統治されたポルトガル王政復古戦争の後タンジェの主権はポルトガル王国に割上された1661年タンジェは 持産金としてイングランドに譲られた。イングランドとモロッコ軍の間で戦いが始まり、最終的にはモロッコの勝利で終わった。ありがとうございます。